はい、えー。じゃあ今回は、えー、和音を借りるという、えー、表現について、えー、紹介したいと思うんですけども、えーまあ、つまりセカンダリドミナント、えー。これを使うっていうことですね。でセカンダリドミナントというのは、えー、ダイアトニックスケールの上での5度以外の、えー、音をルートとした、えー、場合の えー、セブンスコードのことを言います。まあ、こう聞いてもね、よくわかんないと思うんで、えー、実際例を、えー、出して、えー、紹介しますで。まず単純にですね、例えば、ーコード進行を1つ、ワンフレ h ズ、えー、作ったとします。えー、ルート c、えー、とした場合の4-5-1、えー、つまり F G そして C、えー、これで例えばのような、えー、コード進行を作って だとします、えー、これだとちょっとまあこれでも全然十分いけるんですけど、えー、単純すぎるってもうちょっと、えー、変化がしたい、えー、っていう時に、えー、このセカンダリ・ドミナントが、えー、活用できると。じゃあこれこのフレーズにですねセカンダリ・ドミナントを入れるとどうなるのか、えー、聞いてもらいます。 まあえー、こんな感じになるんですけど今入れたのはですね、えー、今入れたセカンダリードミナントは、えー、まず、えー、C7 ですね、えー、こいつと、えー、D7 これ順番変わってますけど DD の7ですね えー、じゃあなぜこいつを、えー、セカンダリ・ドミナントとして入れるのか、えー、というのは、えー、これの求め方として行き先、えー、元のコードの音の4度以下がセカンダリ・ドミナントになるっていう法則がありまして、まあ、この場合 F この F メイジャーの F ルートは F ですね。これ、こいつから4度以下。1、2、3、4。つまり C のセブンスコード。<music> えーこいつが F のセカンダリー・ドミナントになるということです。じゃあ、今度は D セブンス。 こいつ、これは、えー、G の、G メイジャーの、えー、セカンダリドミナントです。G から 1,2,3,4,D ですね。で、これで、こいつを G の前に入れてやると。まあ、そうすると、えー こういう雰囲気が、また違った雰囲気が出せるようになるということです。各それぞれ、このセカンダリ・ドメノントはあるので、このルートの音から4度以下ということを規則として探していろいろ使ってみてください。ただしですね、このセブンスの場合、例えば C を ルートとした場合 B になりますねでこの7のセカンダリードミナントはもともとこいつが不安定なコードであるためセカンダリードミナントとしての機能がないっていうことにまず注意点として入れといてくださいはい。という感じですね。 じゃあ後半はですね、えー、僕がアメリカで体験した貴重な知識、えー、経験をえー紹介したいと思います。まあ、今回はですね、えー、まあ日本でも流行っている DIY でありますけど、まあ、これって一体どういう意味かっていうと、えー、そのまま Do it yourself。えー、つまり自分のことは自分で。 やりなさいよっていう精神的なことなんですけど、まあ、なぜか日本では日曜大工、えー、としてこう流行ってるみたいですけどもともとこれはね、えー、アメリカ人っていうのはまあ基本自分のことは自分でやるっていう、えー、男の人も女の人もあんまり変わんないんですけど、まあ、結局、えー、家事だったり水事洗濯掃除 えー、あとは仕事お金を稼ぐっていう意味でもそうですし、えー、もちろんその家の大工仕事だったりものづくりだったり、えー、あとは散髪もですね僕ちなみに散髪自分でやってるんですけどそういうのとか、えー、全部自分のことは、えー、自分で責任を持って、えー、やるっていうそういう意味ですね。 だから決して別に日曜大工だけのことを指してるわけじゃないんですけど、まあなぜか、えー、そうなってますね。で、やっぱり、こう、例えば企業に就職している方とか、えー、バイトしている方とかいろいろいると思うんですけど、こう、企業について、こう、労働時間を決められてですね、えー、まあ、結局、一定の えー、時間をこう拘束されてそこから給料をもらうっていうこの仕組みとですね自分でお金を稼ぐっていうのは全く別物だっていうことを認識してほしいんですけど、まあ、企業に所属するっていうのはただ、えー、そこから給料をもらう っていうだけの話でお金を稼ぐっていうのは全く別物なんですねで、まあお金を稼ぐっていうのは結構、えー、それなりに勉強も必要ですし、えー、自分で全部やるっていうことなのでまあ、大変なんですけどもただその代わりすごく達成感があります、えー、全部自分でやれるので えー、好きなように自由にできるので、えー、ものすごいモチベーションも上がりますし、達成感も、えー、その分あります。ただ、その代わり、えーまあ、それだけ自分自身に責任感もありますし、えー、かなり、えー、大変な ことだとだいうのも、えー、事実ですね、まあ、自由を自分の好きなように好きなことをもししたいっていうのであればそれなりのやっぱり努力と、えー、知識と経験と、えー、勉強と、まあ、覚悟ですね、まあ、責任も伴いますしそれだけ、えー、やっぱりそういうのが必要っていうことになってきますよね。まあえー、いろいろこう 若い人でも日本の若い人だとこう働きたくないみたいな、えー、感じの人が、えー、増えてると思うんですけど、まあ、そういう人もねな、まあ、なんとなく気持ちはわかりますそのやっぱり企業に就職するってなると、えーまあ自,分まあ、自分個人ではちょっと、えー、この仕事に行って何か意味あるのかとか、えー、こういう仕事って こうしててもこう無駄ななんじゃないかとかといろいろ悩みがあると思うんですけど、まあ、賃金が安いとかあとはこういろいろ上司とか、えーえー、人間関係のこういろんな複雑な問題だったりいろいろ悩まれている方も多いと思うんですけどまあそれをね我慢して、え。ー まあ結局決められた会社の言われた通りに時間を拘束されて決まった給料をただ受け取るのかそれとも自分を好きなことに自由にやるために自分自身で責任を持ってお金を稼いでやるかこのどっちかだと思うんですけどまあいずれにしても結局 えー、自分自身に伴う、えー、責任感と勉強、えー、知恵ですね、それはいるという話ですね。本当はですね、えー、企業っていうのは OJT っていうのがありまして、えー、つまりオンダジョブ・トレーニングっていう,、えー、言うんですけど、 結局自分で目標を決めて、で、その目標を達成することでどんどんモチベーションを上げて、次のまた新しい目標を決めていくっていう、この一連のトレーニングはですね、企業側がこう提供しているはずなんですけど、なかなかやっぱりそれを意識してやってる 会社っていうのはそう日本ではなかなかないと思うんですけどこれはもう自分自身でもできます自分一人でこういう設定をして目標設定をしてそれを達成することで結果を得ることでまた新たな目標を立てていくっていうこの一連の動作で自分自身でお金を稼ぐっていうことも できますしそうすることによってやっぱり普段の仕事でも、えー、こう何か新しい目標を見つけて、まあ、別に企業に所属するしないにかかわらずそういうこともできますので、えー、まあとにかくねこの「do it yourself は」は、えー、自分で自分のことは責任を持って自分でやるっていうこの精神だけはですね強く持っておいた方が えー、今後こう10年後、えー、20年後 AI が発達してですねこう仕事がなくなるかもしれないっていうこの時代には、えー、とても重要な、えー、話になってくると思うので皆さん、えー、身につけておいた方が、えー、いいと思います、まあ、結局この銅を使った、えー、作曲だったり、えー、それも結局自分自身で 全部できますねこの作曲の工程とあとはこれを使ってレコーディングしたりマスタリングしたりミキシングしたり結局昔は作曲家がいて演奏家がいてレコードエンジニアが録音してこれをミキシングマスタリングする編曲者もいるとか。 えー、結局それぞれパートが分かれてチームになって一曲をこう作成してたりしてたんですけどもう今はこれ全部一人で、えー、全部できますんで、まあ、そのために、えー、知識と、えー、勉強とそれに伴う経験がいると、えー、いうことなんでまあ自分の好き勝手やりたいっていう場合は子どもの、えー、ダダじゃなくて。 それだけ責任が伴いますよっていうそういうお話でした。じゃあまた次回お会いしましょう。